はまずは企画概要から説明していこうと思います。改めまして日程が2022年11月6日日曜日、前半戦が13時から15時半、後半戦が15時半から18時となっておりまして、今回はね前半後半と分かれております。そしてチーム構成なんですけれども、まあ、みんなはね結構予想していた通り、今年度は赤、白に加え、スバちゃんの黄色の3チーム合戦、前半チーム&後半チームで合計点を競うとなっております。はい。そして、競技。今年はね、ちょっと思い切りまして、前回はね、第1回目の競技をちょっとブラッシュアップして、まあ、難易度も上げたりとかして、挑戦した新規実装ではないけど、リメイク実装みたいな感じでやっていたんですが、今年はね、ちょっともうみんな、もう慣れきっているというか、練習もしきっているし、っていうところもあり、新規実装競技をね、加えようかなと思っております。去年ね、結構助かった、モッドのギミックみたいな、用意ドンとか出たりとかね。まあ、マイクラって結構いろいろね、できる幅が結構広いみたいなのを去年知ったので、まあ、それをね、使用した新しい競技をやっていけたらなと思っております。いやー、楽しみだねー。